相手が喋ってくる、でこっちが返す、まあそれがまあ演技の基本ではあったりする、まあそれは当たり前のことなんだけど、あの自分の中で感情を入れるっていうか、もうその感情になりきる、でそれであの相手に対して言う、でその言葉はね、あのここ大事だと思うんだけど、あのあこれは受け入れられる場所と受け入れられない、受け入れられない場所はあると思う。滑舌が悪い、大変、まあこれが俺の大変な問題点ではあるんだけど、でも来た時にこれでもいいと思うんだよ。あのその気持ちに対してあの自分に正直であれば、これはだからいつもまあメソッド方式っていうのか、これとにかくあの自分の感情の中から出てきたその言葉リアクションで、それをねすごく大事に。